あの動画出しましてね、結構反響がまあまああって、行ったら殺されるぞみたいなね、犯人殺してる顔でくさみたいな。とりあえず今んとこなんかね、家に凸みたいなのはないので、家どん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 とか来るんじゃないかなって思ってたりしてたんで、明日土曜日なんですけど29日、あの市民税をね払いに行かないといけないんで、ちょっと外出るんでどんな感じかなっていうので、戦国武将ってこんな感じなんやろうなって、いつ家に侵入されて寝首をかかれるかわかんないみたいな、ね、戦国武将体験できてます。あ、ははまだ何にもないです。市民税の方をね払いに行こうと思います。なんか待ち伏せはね、今の感じだと多分されてないと思うんでね、ちょっとだけ緊張してます。いやマジでさ、市民税って何なの、何の金。じゃあ行ってきます。Bluetooth connected. はい、帰ってきました。若干ドキドキはしましたけど、外歩いてる時は、うん、なんか全然余裕でしたね。ガトーショコラでも食べながらコーヒータイムを。100万再生いくと思ってたな、これ。3万回再生でね、まあ俺からしたらすげえ数字なんやけどもね。なかなか楽しいね。難しくて楽しいっていうのはね、久々の感覚というか、なかなかそんなものに出会うっていうのはね、自分の中の幸福度が高いです。ゲームしてるみたいな感覚ですね、本当に。どうやったらまあ、人の目につくかみたいなのを試行錯誤するみたいな。これからもね、まあ、いろいろ仕掛けていくと思うんで、お楽しみに。当分はこのリアル鬼ごっこ企画の動画を上げていくと思うんですけどね。まあ、1ヶ月経ったら、また違うこと仕掛けていこうと思ってます。まあ、正直言うと見えてます。人々をワクワクさせる未来確実に見えてるんでね、そこまで突っ走るだけっていう感じですね。なんかコメントで人3人殺してる顔みたいな、初対面の人が俺を初めて見た時どう思うのかっていうのを改めて感じさせられてます。それはネットの面白いところですね。俺ってそういう風に思われるんやっていう、ね、まあ昔高校の時に一人だけなんですけど売人って呼んでくるやつがいて、顔怖いんかな俺っていうのはちょっと思ってたことを今思い出しましたね。自分でもね、たまに顔怖って思う時あるんですけど、なんかなかなか人に言われないんでね。じゃあ動きあり次第また動画撮るんでね、次の動画でお会いしましょう。